りました。ポケモントーナメント任天堂カップモンスターボール。レベルの合計が155以下のポケモンたちで繰り広げられるバトルです。さあ、彼らは一体どのようなファイトを我々に見せてくれるのでありましょうか。新人が出揃って、おーっと、効果は抜群だ。一撃でダウン、早すぎるダウンです。さあ、一方的なバトルになってしまうのか。ここでアリアドスの登場だ。現在のところ、残るポケモンは3対2。まだまだ勝負の行方は見えません。これだ！決まった！これは効果的だ！さあ、今度は、アルイスト。おっと、血の道打って体力回復です。さあ、熱戦が続いております。バトルの姿勢に移って、ここで火炎放射だ。よーし、当たった。あー、ノックアウト。さあ、この強力なポケモンの快進撃を止めることはできるのでありましょうか。ここで黒雲の登場だ。これで最後のポケモンになってしまった。白熱したバトルが続いております。ここで太鼓技術、やってみていた。これで勝者決定です。ここで試合終了。今、両者が最初に使うポケモンをフィールドに出し、バトルが始まりました。おっと、あまり効いていない。あーっと、大雨になりました。さあ、激しいバトルです。鋭い攻撃、ヒット、いい感じです。あーっと、混乱した。おっと、持っていた道具で状態異常を回復です。両者とも大健闘です。ここで雷だ。よし、おっと、ダウンだ。
するのか。ここでジュゴンの登場だ。さあ、両者とも激しくバブルの火花を散らしております。あーっと、これはあーっと、ポケモンの選択を誤ったか。あーっと、一発の攻撃でダウンだ。さあ、一方的な試合が展開されております。ここでハリー戦の登場だ。これで最後のポケモンになってしまった。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっております。決まったか。爆裂。これで最後のポケモンもダウンとなりました。ここで試合終了。第3回戦スタートです。さあ、手始めに。あまり効き目がありません。エアロンラスト。あー、いきなり食らった。いきなりダウン。初めから大変なバトルになっております。ここでサンドカンの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対2。まだまだ勝負の行方は見えません。両者向き合って、やっと激しい雨が降り始めました。さあ、今度はアルヒット。おっと、攻撃をものともしていません。熱いバトルに観客の興奮も大いに高まっております。ここで波乗りだ。攻撃殺伐。崩れ落ちた。さあ、この強力なポケモンの快進撃を止めることはできるのでありましょうか。ここでひまわりの登場だ。これで使えるポケモンは最後です。さあ、熱いバトルが展開されております。さあ、一気に入った。これで残るポケモンはゼロとなりました。ここで試合終了。